日本語の勉強なら三本塾が一番かと思います。三本塾。チャス、三本塾のアッキーです。今回は N3 の文法、かと思う、かと思うを勉強していきましょう。まず、形を確認しましょう。このかと思うは動詞、形容詞、名詞、何でも大丈夫です。いろいろな言葉と一緒に使います。多形や内形も使うことができます。いろいろな使い方ができます。かと思うじゃなくて、普通のと思うの形も確認しましょう。な形容詞と名詞のだと思うはとても間違えやすいです。間違えないように気をつけてください。では、例を見ていきましょう。先輩に言います。午後の会議何時からだっけ？3時半かと思います。3時半かと思います。この文法、かと思うは、と思うと同じ意味です。意味は同じです。ただ、このかと思うは少し優しい言い方、柔らかい言い方です。この例文、3時半かと思いますは少し柔らかい言い方、そして少し自信がない言い方です。少し自信がないとき、はっきりわからないときにこの文法を使うことができます。3時半だと思います。でも大丈夫です。でも3時半かと思います。というと少し自信がない、少し柔らかい言い方になります。では次の例に行きましょう。客に言います。動画編集でしたらこちらのパソコンがいいかと思います。あ、そうなんですね。あー、結構いい値段しますね。動画編集でしたらこちらのパソコンがいいかと思います。これはお店の人がお客さんにパソコンを勧めています。こちらのパソコンがいいかと思います。はこちらのパソコンがいいと思いますと同じですね。こうやって何かを勧めたり、自分の意見を言うときにこの文法をよく使います。この文法を使うと自分の意見を優しく、柔らかく言うことができます。自分の意見を優しく言いたいときに使ってみましょう。ちなみに、いい値段するというのは高いという意味です。いい値段しますねは高いですねという意味です。では次の例に行きましょう。上司に言います。明日の朝小畑さん来るけど準備できてる？あ、はい、大丈夫です。明日来るのは稲見さんだったかと思いますが。あ、そうだそうだ。明日来るのは稲見さんだったかと思いますが、これも明日来るのは稲見さんだったと思いますと同じですね。この例では上司が間違っています。上司が間違って他の人が来ると思っています。そこで部下が違います、明日来るのは稲見さんですと言います。日本では目上の人に間違っていますというのは少し失礼です。なのでこうやって間違ってますよと言いたいときにこのかと思うを使って優しく言うことができます。かと思いますを使うと優しい言い方になります。こういうときにとても便利な文法です。では、ポイントを確認しましょう。
この文法、かと思うは、フォーマルな言い方です。フォーマルな文法です。目上の人と丁寧に話すとき、丁寧に話すときで自分の意見を言いたいとき、そういうときにこの文法を使うと、自分の意見を優しく言うことができます。優しい言い方や少し自信がない言い方になります。目上の人に自分の意見を優しく言いたいときに使ってみましょう。この文法は日本の文化がわかるちょっと面白い文法です。例文にもありましたが、自分の意見をはっきり言うこと、や、あなた間違ってますよ、ということは少し言いにくいです。日本語だとそういうことが失礼になることもあります。そういう自分の意見をちょっと言いにくい時にこの文法を使うと優しい言い方になります。日本の文化がよくわかる文法です。そしてこの文法、かと思うは優しい言い方、少し自信のない言い方ですが、もっと優しい言い方、もっと自信がない言い方があります。それは、かとです。思うを言いません。例えば、会議は3時半かと、とか、こちらのパソコンがいいかと、こうやって、かとだけ使うこともあります。それから、この文法は他の意味、他の使い方もあります。例えば、雨降るかと思ったのような使い方です。この使い方はまた別のビデオで紹介しようと思います。はい、今回のビデオは以上です。日本語は難しいですけど、勉強は続けるべきかと思います。このビデオが面白かった、役に立ったと思ったら、LIKE、コメント、シェア、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。すいません。はい。初めてクライミングシューズを買おうと思ってるんですけど、あ、初めてですね。では、いろいろご紹介しますね。あ、ありがとうございます。屋内のボルダリング用ですか？はい。もう何回かやられてますか？はい、何回か。なるほど。じゃあ、そろそろ自分のシューズが欲しいですね。はい。ちょっと続けてみようかなと思って。いいですね。じゃあ、初めてでしたら、この辺がおすすめなんですけど、いくつかちょっと履いてみましょうか。はい。いかがですか？これとこれがいいかなと思うんですけど、なるほど、いいですね。じゃあ、この二つのどちらかにしましょうか。はい。こちらは少し安いんですが、上のゴムの面積が少し小さいです。レベルが上がると、上のゴムがあった方が登りやすいです。反対にこちらは少し高いんですが、上のゴムの面積が少し大きいです。これから中級に上がっても使用するなら、こちらがいいかと思います。